ボタン押したらなんかいらんこと言いそうになった。あ、アイス食ったらうまかった。うわ、いいお天気。トールくん、なんかワクワクするね。いいです。うんうん、キュンさんとケンさんも仲直りしてくれたし、あとは来年のロボ X 目指して一直線です。なんか本当に私燃えちゃった実習教室もそろそろ修復完了しそう。あそこが治ればもっと思いっきりロボットを動かせて楽しそうです。うん、頑張ろう。よし、バイトも部活も頑張ろう。気合い入れるぞ。青春してるね。来たすぎた。よう、伊藤。手塚、久しぶりだな。こんにちは。お前、礼儀正しい。お前ら最近調子こいてんじゃねえ。ロボニックス液晶じゃねえ。見てるだけで虫さが走る。あなた嫌い。何？あなた嫌い。見てるだけでイライラする。死ぬかも。いきなり何なのよ。わかんねえのかい。おめえらのおままごと今月で終わりだ。どういう。サンスターは喋っちゃい。うるさいよ、すぐお前のサンスター。お前のサンスター。やめて、オルクに手出さないで。あ、ほなお前に手出す。伊藤、おめえがこの際かわいい。手がお世話よ。私たちに近寄らないで。あなたたちはあなたたちで好きにすればいいでしょ。だから命令してんじゃねえよ、こら。それは何かしら。あなたたち、だからロボット製作の機能よ。わかる。それは遊びは終わりだ。今月も楽しみ。まだ使ってるんだ。薄い本、薄い本、薄い本。もはや超人の領域か。理屈じゃないんだ。そっか。めっちゃいい感じ。できました。マスター、面白い報告。ちょっとミレイさん、またヘッチ。トモエに関することなんじゃがのミス。ほら、これスクモ高専の鏡という男と組んでいる。あのプライドが高い女が組むということ。信頼していなかった。私のこと。ただどちらにしろあのつくも構成に絡んでるみたいじゃな。つくも構成のこの鏡という方はどうやら以前のロボット研究部を破滅に導いた元凶ですね。仕方ないな。この手の人種は大体揉め事が好きじゃから。放火した疑いがあるみたいでしょ。放火？ひどい話ですね。
大火事になってロボ犬が使っていた実習室が炎症してしまったらしいんだがのう。そうなんですか。マスター気になるか。いいね。ミレイさん、あんまり遊びが過ぎると朝岡先生から怒られますわよ。別に気にしとらんわ。はいはい、チョコレートね。ミレイさん、本当にあなたチョコレート好きね。これがわしの生きがいじゃ。なんでそんなこと今まで黙ってたんだよ、アイ。だって心配かけたくなかったんだもん。あのな、もういい。ケンさん出て行っちゃった。アイ、ケンに謝っとけ。なんで。トールが俺たちに打ち明けなかったらこのままだったのか。また背負い込むつもりだったのか。ごめん、でも本当に心配かけたくなかったんだよ。わかりゃいいんだよ、わかりゃ。どこから。ケン、あんた今外に。そんなのはどうでもいい。お前は俺たちの仲間だろ。うん。しかし厄介だな。あの鏡に城島がくっついたとなると何をしてかしか全くわからない。なんか爆弾みたいなものも持ってましたです。爆弾かい。何なんだあいつら。ケンのこと殺す。え、俺。アイさん、それアイさんに言って。ほだ。とりあえずしばらくは様子を見よう。ひとみ先生たちにも心配かけたくないしな。アイ、トール、何かあったらすぐ連絡。だって俺たちはまあなんとかなるとしてた。お前は逃げ足が早いだけだろ。スーパーエスケープ草壁と呼びたまえ。ルーラができるかってのはいいけど。やっほー、みんな元気。今日はいいニュース持ってきたわよ。お、あ、ひとみ先生。いとー、嬉しいぞ。なんだって、あの実習教室が。お前は知らないだろ。しげる先生が業者の人と一緒にずっと修復してくれていたのよ。あ、先生すごい。ママプレイ、私を与えなさい。来たら。しげる、それとさっきサラリーマンみたいな人が来て、明日例の場所で対戦しましょうって。え、まさかね。そうそう、名乗る前になんかすぐ立ち去っちゃったから。不審者だと思って近づいた。どうして。大事さんだ。あの人なんで学校まで来てるんだ。今なんだろう。まあ不審者やな。佐藤ナイス。誰やん。伊藤か。伊藤ライフじゃない。
もうジャコ天使やめとこう。逆にこっちが痛いやろ。
これでも目はいい。しまいだ。ちょっとそこの君、うつめし、うつめしってか、どんなもんだって。さあ、休みの時にたまたま店に買い物に来たらしい。なんかすっごい怖い目をしてたけど、制服じゃないから分からなかったけど、鏡くんよね、あれ。昔はあんな悪じゃなかったんだけど、やっぱりなんかしようとしてるんだ。はい、心配するな。だって無理だよ。まあ任せておけってば。何度やってきても俺様が撃退してやるから。うわ、今デレッとした。俺様の甘い言葉に撃沈か。うん、ちょっと何よそれ。デレデレなんかしてない。爆発や切ったり殴ったり楽しいです。トル助けろよ。いやね、お、部品が入ったけど。随分と耐える。すっげえあの雲。片付けですよ。まったく、どうなってんの？どうしたの？あんたたち、そんな青い顔してどうしたんだい？メイサヤ、この頼れるお兄様に何でも相談しなさい。何でもカモン。なんだろ、カモン。お兄、今朝ね、メイが変な人たちに絡まれたんだよ。え？変な人？
中八号のこの人なのかな。あれ、まさか赤毛のチビと茶髪のでかいのか。大地さんのお金返せや。おい、おめえ草壁家の妹だろ。別に何も変なこと言ってもいいんだ。場合によっちゃ変なことしちまうかもだから、ちょっとおとなしくしてろ。こ、怖いよ、メイ。大丈夫だよ、復讐させてもらいますってな。せ、知ってない。つうわけだ、伝えておく。メイ、あ、セラック、やべえ。そうだね、なーに、復讐するだと。何の勉強するってんだ、あのバカども。お兄、それ復讐。面白いことしてくれるじゃないか。うちの娘たちにそいつら手出したってことは覚悟できてるんかね。お、母ちゃん。レイ、サヤ、今度これ持っていきな。これって、このノート、カミソリ。こんなの持っていけないよ。母ちゃんがずっと使い込んでいたものだよ。あの数字は稲光の克実と恐れられたモンスター。あいつら何考えてる。よっしゃ、いい感じだぜ。お、あんま強ないかな。理屈じゃないんだ。めっちゃいい感じ。いい感じになりました。うわ、すっげえ耐久力超上がった。ようやくいろいろな買い物できたっと。うんうん、楽しみです。新しいドライバーもゲットできたので、ホクホク。そうだよね、うちの、はい、トールくんところ働きに行け。よーいと、楽しそうじゃねえか。あ、鏡。金魚の糞みたいに相変わらずだな、こいつか。さやくん、ビビった。二度あることは三度あるって。俺このチビ前から気に入らないんですよね。鏡さん、ぶっ飛ばしていいっすか。さっきの顔が。対してあいつらのダメージにはならない。じゃ、何の話よ。あんたたち、また懲りずに何かしでかそうとしてるわけ。別に。それより、ロボ X 頑張ってな。あ、宿毛高専の大恥、さらしに行ってくれよ。いずれになって、また体に行きたい。なあ、あんたたち、草壁にぶっ潰すって言っとけ。行くぞ。怖いです。
そういうことだったんですか。うん、なんていうか、彼と部長は反りが合わなくてね。それで結局部員は門平部長に味方して、今まで鏡の仲間もみんな門平部長の元に流れちゃって、でも愛ちゃんだけは鏡を最後まで信じていた。でも鏡はそれを最悪の形で裏切ったんだ。それって例の火事ですか。犯人はまだ不明だよ。でも十中八九みんな鏡のせいだって思っている。その前日、鏡は門平部長のことを階段から突き落として、それで部長は脳震盪を起こして全治半年の重体さ。一時期は意識不明になったこともあったんだ。それでも門平部長は、愛のやつそこまで話さなかったぜ。話したくなかったんだ。でもまた鏡が同じようなことをするかもしれない。わかりました。話してくれてありがとうございます。僕は関わり合いにならない方がいいと思うけどね。任せとけって。俺っちが。ただの根拠のない自信ですけどね。なあ。はいはい。え？ああ、ケン君ね。あ、ハルさん、チャース。アイちゃんにかけても通じないからケン君に連絡したんだけど、明日ヒデ君が対戦しないかって。あ、自分大丈夫だと思いますよ。バリバリよろしくお伝え。本当かな。じゃあ、よじゃあ、明日見切りで。そうか、じゃあ、アイと頑張ってよ。S のアラナ作れんのかな。あら、あらら、そうなんです、私のロボットが。まさか。違うんです、私のロボットを見て壊す気も起こらねえなどと。それはギガ面白い。ヒデ君、そこは笑うところじゃないような。まったく、どうなっているんだ。大事じゃん、運が悪いわね、本当に。ジュース。あら、ケン君、今日は早いのね。こんにちは、お邪魔します。ああ、アレキサンダーのみんな来てくれたんだね。今日はよろしく頼むよ。こんにちはです、ヒデさん。ロボ X 出場に関して大学の方でも。そうなんです。うんうん、特にやっぱりアイちゃんのことをよく聞かれるよ。湘南一のぶギャー。先生が
血を吸いたいと言っておられましたから。アイさん、キャラとゲーム変わってます。僕の方はまるで大根のようにおおらかで麺濃い子だって伝えてあるよ。麺濃い大根って、そりゃもう大根のようにずぶとくって可愛いって意味さ。相変わらず意味不明な例えね。ハルさんはそうだな、例えるならマスクネロ。結構です。ヒデさん、とりあえずお待たせ。それじゃ、行こうか。レディーゴー。防御が甘いよ。いい感じ。トムモーター、トムモーター、オッケー、オッケー。防御が甘いよ。オッケー。なかなかだな。相手をよく見ないぞ。なかなかだろ。今日は調子がいいな。おー、危ねえ。ちょっとピンチかな。甘く見てた。防御が甘いよ。相手をよく見ないと。相手をよく見ないと。なかなかだろ。いい感じ。今日は調子がいいな。はあ、やばいね。今日は調子がいいな。甘く見てた？甘く見てた？文句なし。防御が甘いよ。いい感じ。甘く見てた？オッケー。 You win。 うん、楽しかったよ。グー。来た来た来た、今月も猛烈な夢いただくぜ。うん、ヒデ、そうかな。これじゃあ女王ギルガメッシュと怪人ハッサム三世の戦いみたいなものだよ。どんなマニアックな。それにしても小僧。ああ、お前の名前を出して、ここの常連客ですかって聞きに来る一般客がいる。ほっほー、であれか、早くもこの草壁剣。え、そんなの。それは当然ですよ。我々レベルになればポスター、アクセサリー、ドラマ CD。 ギガディスクって何が入ってるんだろう。それはいいんじゃが、例の鏡が。真面目なやつほど脆いってよく言うじゃないか。お前ほど不真面目なザル。ふっ。
随分と冴える。よっしゃー、どーんとこい。そろそろ杉田来るかな。まあ来月まで、もう今月も、お綾波氏。鍵もかかってねえのか。不用心だな。おい、誰もいねえのか。ち、あいつどこ行ったんだ。いるわよ。どこにいやがった。別に、そこにいたわよ。君の方がなぜ。で、話っていうのは何だ。あなたに知ってもらいたいことがあって、ここまで来てもらった。ここ、素敵でしょ。ち、この神器癖場所、湘南にあったのかって感じだぜ。借りたの。私、光嫌いだから。別にお前の趣味にとやかく言うつもりはないがな。暖かい潮風と乾いた砂で、知ってもあなた、すべてを捨てる覚悟よ。とっくにできてる。そうかしら。まだ何か匂うわ。童貞捨てる気あるか。ああ、やばい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 、バンナルバンナル。あなたも私と落ちるのよ。やばいやばい。おお、やばいやばいやばい、薄い本薄い本。バンナルバンナル。頭の中がさえまくり。理屈じゃないんだ。めっちゃいいか。いろんなアイディアが浮かぶ。アイさん、長かったですね。うんうん、なんていうか、感慨深いよね。あそこが使えれば、もっといろいろな実験ができるです。ご機嫌だな、手塚。うわっ、立林くん。
あれか、あの実習工場使えるようになったのがそんなに嬉しいか。系のお世話よ。宿毛高専の恥をまだ晒し足りないのか、お前らは。あのね、あんたが言ってるのは何の未来もない、ただの愚痴じゃない。ものは言いようだな。第一、君たちが本当にロボットに取り組んでるようには見えない。草刈りに叱って、ただあの戦闘サタラの女たちに近づきたいだけじゃない。違う。どう違う。え、あんなお調子者抱えてたまたま目立ったことしてロボエッジ出場だって。ま、俺には関係ないけど。あんなやつに試合なんて受けない。さてどうか。どういう意味のそれ。それじゃまたな、ロボットボーイズ。ボーイズ、アイさんわかる。そんなとこは別に大事じゃない。いただだ、広いです。かったな。これで明日から実習工場。暑苦しい。そんな唾飛ばさなくても聞こえるっちゅうの。まあまあ武藤先生落ち着いて。狭い部室以外にもスペースが確保できたのが嬉しいです。でもしげる、本当に鏡の野郎が燃やしたんじゃねえのか。なんと草壁くん、断定は良くないわよ。でも、みんなあいつだと思ってるんだろ。部長を突き落としたのはあいつ。そうだけど、でも私は鏡くんの昔知ってるから。真面目で一途な頃に。あの金髪が真面目だった頃ね。おう、伊藤遊びに来たぞ。ああ、伊藤真理って呼ぶ。そんなゾロゾロと。こんにちは、みんなで遊びに来ました。マスミンです。ジュース様におめでとうを告げに来ました。おおめでた。それはどういう。誤解を招くと、その言い方は。さあ、おめでらも悲しいんだな。ま、好きにくつろいでってくれよ。わっ、この臭い生温かい物体は。ん、ああ、それマヨネーズボールだよ。近づけないでよ、それ。そうそう、草壁くん、明日だけど。ああ、そういえばよかったら、明日僕たちのワンダランと対戦し。うわ、見たいかも。ちょっと、門平部長も明日遊びに来られるみたいだから。このロボ X エキシビジョンに出場した草壁剣率いるアレキサンダーと勝負したいと。よろしくお願い。何を偉そう。オッケーオッケー。うわー、ダイビングパンチ、転送パンチ2って何だろう。ここか。はあ、確かに部室よりかは広いけど、なんかオンボロって感じだな。うん、でもここでずっと。あれか、男たちの汗と涙が染みついた。ポコキュン、人が感傷に浸ってる時にぶち壊さないようにね。ニコニコで、なんだよ。うん、ここならいろいろ実験できそうです。わーいわー。トール、だって今までの部室狭くて仕方がなかったですし。確かにそれもそうだな。ここなら専用のリングもあるし、なんていうか嬉しいです。うむうむ、しげる感動。さて、ここで来年のロボ X に。はい。うーん、やる気出てきたぞ。
こんにちは、アイ。ちっ、なんだよ、嬉しそうな顔しちゃったよ。今日は真田君に言われて遊びに来たよ。はい、よろしくお願い。うん。ここ、思い出…アイ、ワンダラーもここで生まれたんだよ。ロボエ…そうだった…そんなことあるわけないじゃないか。想像つかないですね。うん、だろうね。でもアレキサンダーの新しい居城でもあるぜ。そうだね。もう僕たちがいなくても十分だと思う。先輩、対戦しよう、このリングで。お待たせ。負けないんだから。よし、実力見せてもらうよ。ああ、こっちか。レディー、決まった。いい感じ。オッケー。そこだね。そこだね。いった。いい感じ。オッケー。負けないよ。そこだね。うって、リンクアップ、レディーゴー。これぐらいじゃ。そこだね。これぐらいじゃ。決まった。いい感じ。どうかな。甘く見てた。甘く見てた。もう来るか。オッケー。レディーゴー。これぐらいじゃ。甘く見てた。甘く見てた。甘く見てた。へん、どんもた。もう来るか。甘く見てた。やっぱり勝てないか。でも嬉しいな。負け惜しみか。違うよ。僕たちがいなくてももうアレキサンダーとしてやっていけるって。わっ、そんなことないですよ。まだまだですけどね。うんうん、もう十分さ。アイ、本当にいい仲間を持ったね。そんな、先輩。真田、みんなには話しておきたいんだ。え、門平部長、
それはちょ先輩、あんまり無理しないでください。そうですよ、無理しちゃダメですよ。ギャッ、バカけ、空気読め。うん、話しておこうよ、真田。部長がそう言うなら。ここの火事ね、僕は鏡じゃないと思ってるんだ。みんな鏡だって言ってるけど、あいつは間違ってもそんな物質を燃やすようなやつじゃない。そうか。うん、草壁君、彼は真面目なんだよ。真面目すぎて、ロボットバトルに対しては本当に真摯に取り組んでいたし、僕も頼りにしていた。僕と真田と鏡で全国大会に行こうって。そうだった。うん、でも例の事件でね、彼変わってしまった。誰もがみんな鏡だって言ってた。彼は言い訳しなかった。したくなかったんだ。確かに突き落としたっていうのは確かにそうだけど、あれは事故さ。ああ、部長。真田君から彼が君たちを邪魔しようとしてることは聞いている。でも腕が。ちょちょいのちょい。ひらめきそうです。ずいぶんと冴える。なんか作る。まあいいか。バーやねん。 それしかもゲージ持たないです。はあ、これぞ正しい使い方だな。広い。あんまり暴れないでね。ここの備品だってそれなりに高いんだから。リング壊さないでくださいよ。大佐に怒られちゃいます。やかしい。これくらい暴れないでどうする。新しいモーションも思いつかんばい。よう、ご機嫌だな、クソ。鏡さん、こんなボロ実習を復活させたの。なんだ鏡、どの面下げてここに顔出してんだよ。ちょっと、坂部くん、喧嘩は許しませんよ。鏡くん、瀬林くん、喧嘩はしねえよ。するならリングの上でぶっ潰すってだけだ。先生困ってる。で、一体なんか用事があってきたんじゃねえのか。冷やかしか。今日月末の校内だ。俺たち出ても。まあ、だしょうぶりもない。お前。ハハハハ。草壁。ロボ X でセントソテラ相手に対戦した。言われな。ちょっと、ケンさん、休憩でいいんです。草壁くん、ダメよ、これ以上問題を。俺が、こいつらぶっ飛ばして、目覚ましてやりますよ。
宣告だな。お、薄い本、薄い本で。おい、立林、分かってんだろうな。え？今巴が言ったことだよ。どうもおめえ最近ふぬけてるぞ。ほら、これあげる。パンツ。この金は？意味わかるだろう。あいつらぶっ潰すんだよ。そんなリング上でやれば。てめえ、何余ってれたこと言って。鏡さん、でも俺。これ誰の電話番号かわかるか？夢野の電話番号だ。どうして？おめえ夢野が好きなんだろう。利用するわ。どうしてそこまで？理由？よく俺を見ろ。何をするんだ！あいつらはな。DT卒業したら人を飛ぶ。あっこ、理屈じゃないんだ。めっちゃいい感じ。いろんなアイディア。なんとか調査。でも問題を。意外と。怖い。たく。あ。確かに。上。でもそんなことは。あ、もうこんな時間なんだ。ご飯ってレトルトのカレーじゃ。ないでしょ。そんなに怒らなくてもいいじゃねえかよ。レトルトカレーをカップ麺にかけて食うの最高じゃねえか。入らんの。そんな話じゃない。どん兵衛系。今日は解散して。カップ麺やった。明日打ち合わせをしよう。大きなやつ。もう遅いから警備の人に注意する。それじゃあ調整終わったの置いていき。じゃあお先。今晩もいい。おやお疲れ様です。それじゃあ、またな。ようやく帰ったか。たく、早く帰りよ。さっさとぶっ壊して帰ろう。おい、あんまり押すな。悪い悪い。お、置いてあったの踏んだん。なん、おい、守衛に見つかったら通報されて終わるんだぞ。わかったよ、たく。こんな暗がりじゃ見え。おい、音。こんな暗かったらどこ。ここか。なあ、それだな。アイス。げ。な、なに。ちぇ。手塚か。てめえこそ何しに戻った。僕は、あの、ああ、暴力はやめてくれ。バカ、ここにいる意味わかんねえなんて。お前本当に。てめえらの作ったロボットぶっ壊すために。そんな、明日退店するんじゃないですか、立林。ははは、痛い。うっせえよバカ。僕たちのロボット。こんなロボットごっこに何マジにな。ほら、どうした。やめて、やめてください。僕たちがいい。バーガー、土下座して靴舐めた。シェーズが諦めろ。やめて。うっせーんだよ。おい、
よし、じゃあぶっ壊して解散にするか。よし。待ちなあ。ん、おい、まさか。あんたら、何してんだい。で、かつみさんが。ブタ、逃げるぞ。おい、ちょっと待て、お前ら。バーカ、そんなこと言って逃がすわけないだろ。おい、お前ら来な。姉さん、やっと出番すか。伝説の暴走族、ヒーロー界。何してんだい。ただこっついことばっかして。それ持ってるのうちの剣豪のおもちゃだろ。え、そうです。姉さん、こいつらの不眠地にしちまっていいんですかい。湘南幕明天地ナンバー2、久保塚さん。ああ、おめえらどっかで見たって言ったらあれか、ジョージの下っ端じゃねえか。まさか姉さんの息子さんに手出してるとか、バカなことしてんじゃねえだろうな。すいませんでした。お前ら逃げるな。往生際が悪いんだよ、あんた。手出したからには隣の覚悟してもらうよ。許してください。ダメだ、覚悟決めな。いった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 。久々に決め座りしたら腰痛いわ。母ちゃん、すごすぎ。あんたね、こんなこと年がいもなくさせるんじゃないよ、まったく。しかし、香りが気づいて本当に良かったね。何の騒ぎって言ってみれば、あんたのロボットのお守りかい。でも、おかげさまで無傷だったわけだし、ちょっと砂かぶっちゃったけど。こんなせこいことするやつなんて一人しかいねえわけだな。まあ見てろって、明日すっきり決着つけてやっからよ。無双族。うお、黒のブルーヒルで、うわ、ジャンピングニーとか絶対やばいやろ、こんな。ジャンピングハンマーとか、やーべえ、これめっちゃ強そう。よっしゃ。坂部家伝統、おかずがいらないレシピ、マヨケチャご飯。あ、ケン、こ、母ちゃん、気持ちはわかるんだけど。なんだ、じゃあ、いらねえよ。俺たちが勝負するのは、ロボット同士の鋼の拳だぜ。別にそれはどうでも。
加賀美君、分かっているわね。少しでも危ない。勝手にしてくださいよ。あなたはもう一度でも問題を起こしたら退学だ。ま、昨日すでに問題を起こしてるわけだからな。なあ加賀美、どういうこと。てめえのチンケな作戦はもろバレだっつーの。こっちよりも久屋が洗いざらい話した。加賀美いらない。加賀美、野平部長が。ああ。加賀美は真面目だって、ロボット作るのが好きだって。黙れゴスドリ。加賀美、ちょっと先生、こいつの目覚ましてやるには。目を覚ますな。死ぬだ。死ねなんて軽々しく言うもんじゃない。軽くないな。かかってこいよ草壁。おめえらが信じてるものがいかに腐ってるかを教えて。ドリーム。やっべえな、まっすぐ走ってきてショルダータックルとかされたらちょっとやばいな。ちょっと後ろが下がどういくかやな。バリバリ行くぜ。逃げ方やんな、ショルダー。てめえじゃ力不足なんだよ。うわー、やっべえ。新潟かしかも。めっちゃ打つべし、打つべしってか。やばい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 、落ちる。あー落ちてもうた。レディーゴー。バッチラー。しまいだしまいだ。バッチラー。切れそう。うわ、やばい。なーに、ハンデハンデ。あきらおさっけ。レディー、くらえ！ヒッホー！くらえ！くらえ！ヒッホー！よし、オッケー。怖っ。よっしゃ、いい夢見させてもらうぜ、ビータか。なぜだ、でこんなゴミみたいな連中に負けるんだ。ゴミはてめえだっつうことだよ、カガミ。え、あまり調子がない。カガミ、もうやめなよ。もうやめてよ。こんなことしても何の意味もないよ。うるせえ。俺たちの気持ちなんて誰もわからねえんだよ。一緒にしないでちょうだい。何？カガミ。
てるね。使えない部品はバイバイ。城島、手を組んだ奴にも簡単に裏切られたか。うるせえ、くそ、出直せ。騒がしいと思ったら懐かしいな、鏡かい。門平部長。お、エビフライ。エビフライってどうしてここにいるんだ。どうしてって、月末対抗戦を見に来たんだよ。体調も良くなった。もう終わったぜ、もう遅いよ。ちっ、俺はもう帰るところだ。じゃあな。鏡、これ懐かしくないかい。なんだこれ。実習工場で焼けなかったみんなで書いた寄せ書き、焼けないで残っていたんだ。つくも高専ロボット研究部、全国大会で絶対優勝。めっちゃ、もうめっちゃめっちゃ過ぎたやな、声が引き出しそうなんだ。そんなもの出すんじゃねえよ。そういうことだ。鏡、お前は真面目なやつだよ。てめえ、余計な、余計なお世話なんだよ。めっちゃ過ぎたよ。部長、みんな鏡を許してやってくれ。あいつは本当に、やめた。神よ、何とぞ今月頑張りましたこの草壁剣にいい夢を見させたまえ。レム睡眠あるってのラム睡眠。お、先生体調が悪いんです。それさんメールにさ、最高の目覚めだぜ。